続きまして、ナウッパさんからいただきました。ありがとうございます。竹達さん、花沢さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、高校1年の私は広角機動隊が大好きです。ああ、やったじゃん、やち。愛してると言ってもいいです。うん、いいね。でも私の友達には広角を知っている子はいません。うん、本当は学校とかでももっと語りたいです、うん。この気持ちをどうしたらいいでしょうか。やち、語ってやって。いいのいいの、いいよ。でもさ、待って、この気持ちをどうしたらいいでしょうかでしょ、うん、そうだね。あの、その、広角の、進めればいいんじゃないの、うん、知ってる子がいないなら。なんか、好きになりそうな子を見つけて。そうそうそう、そう、うん。なんか同じオタク友達の子に、なんかこう DVD とか勧めてさ、そうだね。これ面白いからちょっと見てみて、みたいな。うん、案外一回見るとハマったりするもんね。そうだね。うん、でもなんか結構設定が難しくて、私も、なんか一回見た時にはあんまり理解できなかったの。うん、で、なんか何回か見てると、うん、あ、これってこういうことなのね、みたいな。うん、ちょっとずつ納得してきたから、もしかしたら最初見たらわかんないかもしれないね。なるほど。じゃあ何回も見せると。うん。うん、何回も見てちょっと学んでみたいな。そうだね。見てくれるかな。見てくれるかな。何かで釣ればいいんじゃない？そうだね。うん、なんか、なんかこう、うん、一緒にお菓子食べながら見ようよみたいな。ああ。感じで何回も見せる。マトリックスってあるじゃん、映画の。うん、あのマトリックスが確か広角機動隊を元にしてるんだよね。そうなの？うん、広角機動隊のアニメに、うん、アニメを見た監督が、なんか感動したというか、面白いってなって、で、それをなんかこうモチーフというか、そうなんだ、うん、影響を受けて作ったのが、マトリックスだから、だから、そうやって言って、これマトリックスの元になったアニメなんだよ、みたいな感じで進めれば、あ、そうなんだみたいな感じで。え、キアヌ・リーブス的な人出てくるの？なんて言うんだろうね。やっぱそういうキャラクターはやっぱ全然違うんだけど、うん、設定的な話、設定的なものがやっぱこう世界観とかが似てたりとかするから、へー、面白い。そう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 。そうなんだ。だからね、そういう風に言ったらもしかしたら興味を持ってくれるかもしれないよ。あ、いい情報ですね、それはね。うんうんうん、ね、私もあまりね、広角ね、こう好きだっていう子があまり周りにいないので、そうだね。ね、私もね、ちょっと語りたいと思いますね。いいですな、うんうん、見たくなってきたな。いいの、いいの。うんうん。はい、続いて。うん、どんなことでもぴょっと解決さんからいただきました。はい、ありがとうございます。あやちゃん、かなちゃん、こんなにもは。こんなにもは。面白い。私は中学2年生で、友達や家族にオタク趣味を1年以上隠している隠れオタクです。あららら。このアニメに影響されて、3歳上の兄にオタク趣味をカミングアウトしようと思いまして、親がいない時を見計らってカミングアウトしてみました。したんだね。私の兄はどんなことを言ってくるのかと思っていたら、俺もオタクだよと言ってきました。何この展開と思っていたんですが、こんなことで兄弟の会話が増えた気がします、うん。俺の妹がこんなに可愛いわけがないに関わってくれた全ての人のおかげです。皆さんありがとう。壮大なことになってる。なるほど。え、何？俺妹のおかげ？どういうことなの？俺芋のおかげ、俺芋で刺激されて、ちょっと兄に相談してみようかなって思った、ね。あ、なるほどね。うんうん、あー、そっかそっか。キリノがカミングアウトしたから、そうそうそう、自分もカミングアウトしようと思ったのか。うんうんうん、そっか。いいね。いいね、いいね。それでお兄ちゃんもオタクだったっていうのが素敵だね。素敵だね。いいな、うんうん、私のお兄ちゃんオタクじゃないからさ。なんかさ、分かってくんないんだよ。うん。うん、いいね。なんかそういう身近にね、ね、いる人がこう理解してくれるっていうのはいいですね。とか兄弟仲良しだね。いいね。ね。うんうんうん、これでこう兄弟の会話が増えたっていうのもまた。そうだね。いいことだ。ね、ぜひ二人でね、お礼物 DVD とかね、一緒に仲良く見てもらえたら。そうだね。嬉しいね。うん、ありがたいね。ね、はあ、そっか、じゃあ。ね、どんなこともペロッと解決さん、これからもね、二人で仲良くオタク道を進んで、オタクロードを進んで、ください。兄弟で。あ、なに？あ、うちの兄ちゃん結構ゲーマーですよ。でも、ギャルゲーとか、そういう、私がいわゆる好きなシミュレーションゲームは全くやらない人で、アニメはもう見ないの？アニメ全然見ない。あ、でも、広角機動隊は好き。へー。本当なんか、みんなが、一般的なみんなが見るようなアニメだったりとか、あとそれ男の子が好きそうなアニメは好きだけど、やっぱそれ萌え系とかには全然興味なくて、そうなんだ。そう、なんかゲームって言っても、なんかサカツクとか、無双シリーズだったり、FF とか、そういうなんかこう RPG とかアクション系のゲームが多いかな。あー、なるほどね。
そうそうそう。一回ね、下の、あの、お兄ちゃんの方に、うん、あの、ときめもを勧めてね、やらせたんですけど、で、1年目くらいまでやってくれたんだけど、うん、途中で飽きちゃって、うん、もういいやってなって。ときめも何を勧めたの ?1? 多分ね、3かな。3か。多分、3で初めて PS2 のやつが発売されたんだよ。うん、で、それを私は、あの、お兄ちゃんに勧めて、やらせたんですけど、うんうん、なんかね、あの、メインヒロインのゆきこちゃんっていうキャラクターがいるんだけどね、そのキャラクターを落としてみって言ったんだけど、結局、なんか途中で、もういいやってなっちゃって。そうか。うん、まあね、向き不向きあるからね。ねえ、うん。まあでも、お兄ちゃんとはね、なんかいろんな、まあ、広角だったりとか、ワンピースとかね、そういうなんか少年漫画の方でいろいろ話ができるからね。そうだね。そう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 。私も仲良くやらせていただいております。素敵ですな。にょにょ。以上？はい。以上らしい。ああ、ではでは皆様、なんかすごいほのぼのとしたお手。